じゃあ2つでご用意します。はいはいはい、はい、どうも。ちょっと待って。うわー、本当に食べた？いやー、ギリギリ、本当タッチの差じゃない？ポテトとドリンクの時間だったのかな。もう家で食べようゆっくり。エルポ、あ、でも意外と大丈夫だね。あ、チョウシナだ。チョウシナポテト。社長発売3種類。ちょっとおさらいしますよ。で、これがヤミーおすすめのあれかな。こちらが、スモーキーバーベキュー。これがイギリスかな？イギリスのハンバーガー。なんか世界の牛シリーズみたいのやってんのに今ね。あ、アメリカかな？アメリカのマイティービーフオリジナル。新食感ベーコンが癖になるっていう感じね。カルビマックってやつね。これは前からあるよね。これ、あの、リバイバル。前も一回出たよね、これね。カルビ美味しかった。カルビはでも前に出たよね、確か。カルビマックってね、去年かなんか。あ、韓国語だけどね。カルビは韓国だけど、いや、私は別に冷めても食べれる人、逆に冷めた方が私は好きなの。熱々じゃなくてね。なんかお弁当とかもチンしないし、猫舌なのかもしれない。じゃあどれからいきますか。半分ずつ食べて5分と、これ全部食べれないんで、まあ半分ずつ3つね。こちら、あれ、でもこの袋があれだね。カナダの国旗になってるよね、ほら。ねえ。これカナダの国旗でしょ、これ。あ、これイギリスかって感じね。これイギリスね。こういう感じ。あ、でも見た目は普通だね。あ、スモーキー。スモークの匂いがしますね。じゃあいただきます。うん、うん、おいしい、おいしい。で、なんかこのなんつうの、タレがあれだね、チェダーチーズになってるね、これね。タレがいいね、すごいね、濃厚。で、ソーブルース、あの、スゾワズで。合う合う。これは美味しいんだ。女の子が好きそうな味、これは。なんかさ、トマトと、で、モスバーガーに近い。ここで我慢。半分ね、半分。あー、はいはいはい。カレーだね。カレー。スパイシー、スパイシー。カレー味じゃないスパイスって感じ。で、こう、ベーコンとか入ってる。ベーコン、レタス、トマト。
BLT だね、BLT。いただきまーす。美味しい。すごいね、パンがしっとりしてんの。ほら。なにこれ。これがね、この感触がいいね、パンの感じが。ね。で、やっぱスパイシーな感じだよね、夏っぽい感じ。燻製感はね、ない、そんなに。シナモンとか入ってんのかな、これ。スパイスだって。どっちが好き？今んとここっちかな、スモーキーかな。これはね、今までマックで食べたことがない味。こっちはね、なんかモスバーガーって、モスバーガーでありそうな感じ。うん。食べてみればわかる。これ食べてみて。私の言ってる意味が、うーんってなるかな。こちら日本ですね。うまさぎゅうぎゅう。うまさぎゅうぎゅうのカルビマックは、日本マクドナルドで何度も登場し、これ安定してるわよね。いただきまーす。うん。うん、やっぱこれだかな。やっぱこれ。うまい。カルビはだって何回も出てんじゃん。だって私プロだからね。あ、スモーキーちょっと辛いよね。うん、わかる。うんうん。最新の携帯、最新のね、自撮り棒、最新のカメラとか、最新のパソコンとかね、プロですから。うん。あ、ウーバーイーツで頼んでみた。みんな何食べた？食べた人は。感想聞きたいな。うん。マスカケ線ある？マスカケ線。あ、配達エリア外ってのがあるんだよ。あ、やっぱみんな無難にカルビ行っちゃうんだね。冒険しないとね。冒険はしなかったんだよ。まあ確かに安定してるけどね。ん？大ちゃんが私の話をするなんて。既婚者なの？この人？違うでしょ。寂しいな。でもやっぱり来るよね。なんぼもなんぼね、既婚者じゃないよね。なんぼやっぱリスナーさん見てくれっつってもね、もう寂しいよね。ダイソーのやつ買ってみて、300円やし。モンジョリのチャンネルから来ました。嘘でしょ。本当です。嘘でしょ。見てます。ナナさんから来ました。チューして。はい。チューして。チュー。ナナさーん。はーい。見てるー。見てるー。ナナさーん。はーい。見てるー。見てるー。ナナちゃーん。なーにー。あ、嫌われるわ。あかんわ。ピンチ、あかん。またピンチにしてる。あかが、待って。またチャンスピンチにしてる俺。またピンチにしてる。
またピンチにしてる。早速ピンチにしてる。かわいいよね。奈良さん一人で今ねバーベキューしてるんですよ。あ、そうなんだ。一人で。なんで？はい。なんで？ありがとうございます。なんでバーベキューしてるの？今言ってたんですよね。僕チャンスピンチにするタイプって。あ、そうだね。地道にやるっていう話をしてたら。うん。いや本当に。でもいいんだよ、若いんだから。チューして。うん。いや僕本当にあのチューとかは本当にできないんですよ。はい。だからその配信やからって言って、なんか僕早く。そういうのあの。ほんまにいいからそういうの。ごめんなさい、ノリ悪いとか。いいの、早く画面に。うん。だから1位カルビマック、2位スモーキーバーベキュー、3位マイティービーフオリジナルだね。はい。